わかった。行く。じゃない、僕はただそうやって諦めてるから何も変わらないの。自分が今の自分自身に満足。だけどこの長い距離はエヴァでは無理だ。5分間しか持たない内部電源が切れてしまう。もし出動要請が出て本当に戦うことになったら一撃でとどめを刺すしかない。僕はこれからどうすればいいんだろう。帰れ。お前には失望した。もう会うこともあるまい。新たな生活を状況に流されるまま送るシンジに友人が生まれるはずもなかった。だがエヴァのパイロット。あのリーチです。今からハーモニクスとシンクロ率のシミュレーションを行います。ただのテストだからあんまり緊張しないで頑張ってね。テストスタート。これが終わったらセーブしましょう。マジか。イカリ、ケンスケ、お前はいいやつだな。じゃあな、イカリ。シンジ？ん？カッコつけちゃって。でも嬉しい。最後はシンジと二人きり。思い出は星の数ね。いよいよ世界に旅立つ日だ。僕はこのまま空港へ行くよ。わしは
家のもんと一緒にアメリカへ引っ越す。俺はアフリカ大陸へ行く。イカリ君は日本に残るのね。またいつの日かみんなで会えるといいね。あんたともいよいよお別れか。アスカも元気でね。私のこと忘れないでね。そんなに僕のこと。シンジ。エヴァシリーズ移動開始しました。全部で9機か。いい？必ず全機殲滅するのよ。向こうは S2 機関搭載か。勝てるかしら。ジェットアドオン回起動スタート前。もう一体来るの？何か降りてくる。あれはジーン。元日本重火。雨止まないね。そうね。寒くない？平気。ごめん。どうして？急がせたのに結局本降りになっちゃって。どうして謝るの？僕のせいで濡れたじゃない。イカリ君のせいじゃないわ。こんなに降るなんて思いもしないのに。うわあ！シンジ君、レイ、大丈夫？濡れちゃうから早く乗って。了解。さっきリツコから電話もらったのよ。ちょうど私も帰るところだったんで間に合ってよかったわ。僕が濡れたのはほとんどミサトさんのせいですよ。うん。不穏分子は確保できたのか？なるほど。言ってみろ。それを知ってどうする？カオル。渚さ香る。うん、本当だ。あなたも僕と同じなんだね。あの人たちが放っておけないのも仕方ないか。そっか。あなたはまだリリンにとどまっているんだね。なるほど。そういうことか。気づいていないなら教えてあげるよ。ほら、感じるでしょ？僕とあなたは共鳴している。あなたの中に流れている僕と同じ遺伝子。これがセカンドチルドレンの私とエヴァー2号機の実力よ。すごいあんたとは一味も二味も違うのよ。わかった？アスカ、危ない！え？本日午後5時58分、新吉祥寺区市街地に出現した使徒を排除するため緊急出動したエヴァンゲリオン初号機2号機ですが、使徒の攻撃により2機とも行動不能状態に陥りました。この30分後、初号機はネルフ応急班の手により回収され、現在は稼働状態にあるとのことですが、機体の新型機である2号機は依然として現場に残され無残な姿を晒しています。アスカ、よくこの状態から脱出できたね。
ひどい目にあったわ。はあ、これ赤木博士が見たらなんていう。残酷な天使のように今だ。そこだ。僕は負けられないんだ。外国人登録制度に代わる在留カードによる新たな在留管理制度を盛り込んだ出入国管理法改正案が与野党3党による修正を経て衆議院を通過し参議院に送られました。改正案は不法滞在のあぶり出しを強める一方、外国人の利便性を向上させるアメとムチの内容となっていますが、支援団体などは外国人監視を強める法律だと反発しています。外国人登録者数は1990年に初めて100万人を突破し、2007年には215万人に増加しました。現行の在留管理では適正な把握が困難で、行政サービスも提供しにくくなるとの考えから改正が提案されました。新制度は90日以上日本に滞在する外国人に